高林健造明治34年は、高林式成長機械の開発で知られる、発明家、実業家、医師。武蔵国高来軍平沢村の出身。署名は、国母健次郎。16歳で、日本の古遺術を学び、さらに、佐藤小中門下で西洋の外科遺術をも身につけ、入間軍古仙葉村で開業。また、川越藩主、松平直勝寺になる。 安政6年に欧米列強と通商条約を結んだ日本の輸出品はギートと緑茶しかなく貿易の不均衡は拡大する一方であった。川越は川越茶の産地でまた茶葉は当時薬でもあった。後に農商務大臣に提出した履歴書に高林は茶の増産こそが国家100年の体系であるとその思いを記している。茶の振興が急務と 一年発起した高林は、明治二年、川越に林野を買って開墾して、菜園経営を始めた。しかし従来の手もみ製茶法では、緑茶の量産は無理で、生産費用ばかりが増大し製茶業者たちは、困窮を続けた。茶葉の加工を機械化するしか道はないと、高林は、資材を投じて、製茶機械開発に、全人生をかけることになる。明治十四年、 高林は茶壺の中の茶が壺が動くたびに動くのをヒントに放茶機開発を思いつき3年間の試行錯誤で回転延筒式の放茶機械を考案ホイロ製より品質が勝る茶葉が無駄にならない機械で今日も茶店の店頭にある続けて高林は生茶用蒸機械と生茶摩擦機械を発明明治18年1倍特許法が施行されると 直ちに出願し、それぞれが日本の特許第2号、第3号、第4号となった。民間発明家としては日本初の特許取得者である。高林氏はその後も改良扇風機や茶葉充電機で特許を取得した。高林氏の理想は虫から乾燥までの全工程を機械が一貫して行う自立圏製茶機械であった。当時、 茶師による品質のばらつきが問題であった。翌年、高林は50歳を等に過ぎていたが医師を辞める。岩沢家など川越の商人の援助を受けながら、自立権生茶機械の製作に没頭、高林は新職を忘れた努力で完成させる。しかしもみ工程に問題があり、食工の技量未熟も重なり、不良品とされ、高林は丹精込めた茶畑など財産を失う。 埼玉製茶会社まで傾く。高林健造、妻、一人娘の一家は、東京のソメイに移住を余儀なくされたが、高林は貧困と廃管という病魔と戦いながら、家族の支えで改良を重ね、明治30年、茶葉荒もみきを、ついに完成させた。従来のものに比べ4倍の製茶能力を持ち、味や香りも損なわないという画期的な発明で、 翌年に特許を取得した。高林は68歳になっていた。この機械は現在でも、高林式の名前で全国の製茶工場で使われている。この開発において困窮していた高林を見かねて援助したのは、静岡県の製茶業者であった。そして小笠軍で、茶業を営む松下工作、山下伊太郎の二人がこの機械製造を受け負った。高林は、 その監査役として、静岡県に移り住んだ。明治32年4月1日、高林は、堀の内村の工場において、脳一血で倒れ、家族も堀の内村に移住して、看病を続けたが、明治34年4月1日、71歳の誕生日を前に、他界した。墓は、川越市の北院祭霊殿にあり、指定史跡となっている。記事の日高氏には、 駒川駅近くに、静茶器開発名車、高林健造出生地の石踏みがある。静岡の松下工作は、高林の墓が遠方なため、高林の墓碑を、菊川市の法恩寺に混流した。この墓碑には、妻の名前も並んで記されている。ありがとうございます。